ということでですね、本日も始まりました。最初の休み時間ということで、今回の企画はですね、デラン、ウーバーイーツで お昼ご飯食べてみた。休み時間だからね、仕方ない、うん、そうですね、まあ、休み時間、せっかくの休み時間ということでね、まあ、たまにはこう食べながらみんなでなんかやったー、なんか喋りながらなんかいい、そういうのをやってみようかなって思いまして、本日はこちらの企画になっております。だってね、好きなもの頼めるってわけじゃあ、え、そうじゃん、違うよ、ごちそうさま、ごちそうさま、あ、違う、あの、それがみんなの選んであげる。あ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫みたいな、結構バチバチ、これガチ、これガチ、まあまあ、まあ、そんな感じの企画になっておりますのでね、あの、まあ、お昼ご飯まだ私食べてないので、食べてない、はい、それ食べながらみんなでワイワイシェア、休み時間しようかなと思います。はい、ではちょっと待ってね、それでは台本頭に入れてきたよ、あ、こういうやつね、そう、一生使うやつだよ、それでは、うん、ちょっと待って、嫌なんだけど、ちょっとやっこやっこ言って、あの、え、そうやって拒否権ある、んない、はい、ということで、それでは行ってきまーす、スウェーデン、もうちょっと声やってくれるということで、それでは行ってきまーす、スウェーデン、ウーバー選んでいこう、はい、じゃあ選んでいきたいと思います、スウェーデン、うん、今さ、うん、あれあるよ、ナゲット辛いやつ、あ、そうじゃん、じゃあマック食べたよ、マックにしよう、なんか、うん、なんか美味しかった、それ食べたい、ユナさん1個くれるんじゃない、あ、ユナじゃん、じゃあマックします、マックします、しよう、新しい日本語、はい、頼みましたので、はい、到着を待ちたいと思いまーすあ、なんかあるの、待ちな、スリーピー、スリーピーとかないの、スリーピー、せーの、待ちまー、スリーピー、はい、ということで、どうぞ食べたいと思いまーす到着到着ということで、はい、じゃあみんなでいただきます、します、はい、伊沢さん、喉乾いちゃった、飲めた今いただきます、なんか挨拶、あ、じゃあ、じゃあいきます、はい、手と手を合わせて、いただきます、え、違う、え、なんかあの、え、スウェーデンとかあるのかな、スウェーデン、あ、ない、あ、そこが怖いってないんだ、ここが一番ありそうだね、じゃあ、ご飯のうちに礼儀正しく、そうだね、そうだね、いただきます、いただきますってこと、うん、いただきますよ、もう一回、はい、せーの、手と手を合わせて、いただきます、いただきます、礼儀正しくいただきます、いただきます、みんな何頼んだの、サラダとこれ美味しいやつ、私バーガーね、ベーゲン、ベーガーとナゲット、はい、私もナゲットとチキンです、やったー、まあ、私もナゲットとサラダとシャカチキです、いただきちゃいたいと思いますあ、だからあのカラーチェンジのさ、うんうん、発表した時のさ話とかしようよ、カラーチェンジをさ毎日一人ずつあげてたじゃんか、うんうん、その時何してたとかさ、みんな一緒にいなかったから、うんうん、私以外、私全メンバーと一緒にいたみたいな感じが、一緒にいたっけと思ってね、思った、私の時は一番最初だったじゃん、ユーナが、うん、その時マジラジの収録があって、うん、花と空と3人だったの、うん、で発表の瞬間、うん、そうちょうど迎えたから、うん、私はみんなでワーキャーワーキャー言いながらポストして、みんななんて言ってるって言いながら、うん、わ、なんか考察出てるよとか言いながら、ワイワイ見てた。で、次の日の、それは、うん、美容室帰りに電車乗ってて、うん、帰りの電車で言ってて、で、ゆなちゃんから発表された直後、うん、5分ぐらいに、ゆなちゃん、一人でそわそわしちゃってないみたいな。なんか心配のラインが来た、なんかそわそわしてるからね、そわそわしてたんだと思う、だって前日にさ、うんうん、ここの3人はさみんなでキャーって言いながら発表の瞬間を迎えてたのにさ、うんうん、急に次の日さ一人であのキャーの瞬間を迎えてるわけじゃんか、うん、そわそわしちゃいそうだなと思って、うんうんうん、さ無事そわそわした、うん、感動しちゃった、
えね、なんかみんなのさコメントがさ、うん、優しくて優しくて、ね、感動して涙した。涙した電車で電車で涙してたの。めっちゃみんなに見られた。泣いてるからだよそれ。泣いたんだ。マジパンの宣伝してきたよ。ああ、いいことだ。マジパンの宣伝っていうか泣いてる子いたんじゃないですか。次はなちゃん、うん、ゆうなちゃんから連絡来てない。なんかも来てない。うん、来てないよね。今衝撃、なんかもう次の日だけでいいかなと思って。うわー、忘れてない。でもはるかりゆうなちゃんに連絡した。あ、うん、はるかの発表じゃなくて、うん、ファンの方の盗撮の中に、うん、ああ、わ、すごい、うん、当たってる人がいて、当たってる人がいて、うん、これすごいぞーってスクショ送って、うんうん、めっちゃ楽しかった。ね、うん、なんかめっちゃいろんな人、みんなね、うん、いろんな考えをね、考察送ってくれてね。めっちゃ緊張して手汗かいた、すごい。ね、なんか緊張してるよね。でもなんかみんなの考察見ててワクワクした。どうなるんだろうと思う、うん、発表されて、ね。もうメンバーから変わるっていうのはちょっと前から決まってて、うんうん、12月末ぐらいにイベントをやった時に、昔の衣装を着るってなって、うん、ちょうどその色があるから、うんうんうん、その変わるメンバーカラーの衣装を着用してたの。ゆうな、ん、は現役だけど、ゆうなちゃんいるのにね、ゆうながいるのに、はるかが水色っていうか青を着てたりとかっていうので、うんうん、それを今考えてみると、あの金色のこの色になるんじゃないかっていう考察してる人とかもいて、うんうん、結構ね、うん、あれすごいよね。あとさ、もうさ、花出たあたりぐらいで昔の発表順だって気づいた人がいて、うん、そう、それもね、うん、あのすごいなと思った。今回ゆうな、そら、うん、花、うん、玉木、ゆうなっていう風に今で発表したんですけど、うん、マジパン結成の時にメンバー発表がカウントダウンでやってて、その色の順番で発表してて、それ気づいてる人もいた、うんね、すっごいよね、うん、私だったら気づけないと思う、うん、絶対気づかない。すごすぎて、それをゆうなちゃんにそうそうそう、それを送ってくれて、もう気づいて入れるんださすがに。しかもめっちゃ早かったよね。超早かった、2人目ぐらいのタイミングだったよ、ね、なんかやっぱさ、メンバー以上にメンバーのことさ、うん、見てくれてたり知ってくれてたりするからすごいよね、うんうん、尊敬しちゃう。はるか何してたの、発表のこと。発表の時はおばあちゃんが家に来てて、うん、ちょうどシチューが出来上がった時だったの。何その話、詳しく聞かせて。ちょうどシチューが出来て、夜ご飯だよみたいな、うんうんうん、なんかちょで、その時がちょうど50も7分とかだったの、うんうん、え、ちょっと待って、一回これツイートしてからじゃないとご飯食べれないからって言って、うんうん、一旦待ってもらって、うん、ツイートして食べた。あ、そうなんだ、うん、で、それ私最終日だったんですよ、うんうん、でね、12時に暗車が変わるってはい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 、なってたじゃないですか。じゃあなんか一旦置いといてね、まあ、今一旦置いといて、ね、でもうそれでその後食べ終わってめっちゃ寝ちゃったの、うんうん、爆睡しちゃって、マネージャーさんから連絡来て、うん、どうしましょうみたいな、うん、はるかちゃんとそらちゃんと連絡がつきませんみたいなのよ。はなちゃんが一番最初に聞いてくれたんですよ、うんうん、12時で会ってますよね。ああ、そうだそうだ。で、それを見て、あ、みんな分かってないかもと思って、うんうん、個人でみんなに連絡を入れました。電話来てたの、もう寝てて全然気づかなかった、うんうんうん、爆睡してたんです、すんごい寝てて。でも私その日帰るって分かってたから、うんうん、ちゃんとアラームセットしてたんですよ。ああ、うんうん、偉い、さすが。そう、だからちゃんと起きれて連絡して、うんうん、ちゃんと12時ぴったりに誰よりも早く帰った、うん、一番早かった。で、いいですか、うん、で、そのだから今日帰るんだよねと思って、うんうん、12時もこの、あ、私秒の秒の、ね、秒の針見るの好きだから、うんうん、こうやって見て、待った瞬間に帰ったの、うんうん、で、こうやってさ、あのスワイプするじゃん、うんうんうん、ゆうなちゃん、メロメロなの、だから、え、待ってと思って、やばい、間違えたかもと思って、うん、で、何回かやったらゆうなちゃんが紫になったから、はい、よかった、うん、そう、すっごい一番乗りだったんだよね、めっちゃ早かった。私結構そのマネージャーさんとやり取りしてて、うんうん、なんか誰々と連絡がつきましたみたいな、うん、で、あ、誰々さんは生きるみたいですみたいな、花ちゃんは聞いてきてくれましたみたいな、オッケーオッケーとか言いながら連絡取ってたくせに2番手とかだからはるかに負けてで、なんか、うん、こんな言ってんのになんかゆうなさん1番じゃないんですねみたいなそう、だからゆうなちゃんが一番最初に、うん、もう12時ぴったりに帰ると思ったの、うん、だからゆうなちゃんもね、安心しようと思ったらメロメロの衣装だったけどでもね、ゆうなもね、12時には変えたの、あの、うんうん、12時00秒には変えれてないんだけど、うんうん、あの
ちょっとね、あの高さを調整してたの。なるほど。あるよね、アイコンとか。やばいやばいと思ってこう調整して、はってやって見たらはるかめちゃくちゃ早かった。もう40秒前とかに。すぐ帰ったから。無事ね、そらちゃんも帰って、ね、で、変わんない2人がいたんだよね。たまきと花が変わんなくて、えみたいな。これなんで連絡がつかなかった。その直前までは連絡ついてましたよね。花ちゃんから言ってくれて、うん、みんなに個人で。そうだよね、花ちゃん聞くわけだもんね。あれ、花ちゃん連絡つかない。でも、まあ、自分から最初に聞いてきてくれたから分かる、大丈夫かって思ってたら、パパとなんか相談してて、うんうん、いう話とかをしてたら12時めっちゃ過ぎてた、うん、アラームかけろ、絶対アラームかけろて起きてても、起きてても59分にアラームかけろ、で、あ、大丈夫だみたいな。12時、うん、あ、12時じゃない、11時40何分まで思ってたのね、うんうん、もう12時変えてやるぞ。気づいたら12時6分だった。だけど絶対に。え、そう、それでさ、なんかさ、はなちゃん何分遅れみたいな、それでじゃん、たまちゃんいつかあった。え、なんかそうだもん。でも、はなちゃんいつ、私でもはるか、あの日4時くらいまで起きてたもん。いや、あのね、また花よりも早く変わってたんだけど、なんか私も見たときに、あれ、玉木変わってないじゃん、花も変わってないじゃん、3人しか変わってないみたいな連絡をしてって、うんうん、でも、なんか次見たときに変わってたの、さらっと、うんうん、しかもあの、変更しましたみたいなツイートもできるじゃん、うん、なんかそれがなかったから、いつ変えたかわかんないんで、しれーっと変わるよね。ここの3人と花の間にしれーっと変わって、うん、で、なんかそれにマネージャーさんも騙されて、いや、タマちゃんは多分0時ちょうどに変わってましたみたいな。え、本当に見間違いかなと思ってファンの人のポストを見たら、前のメンバーからだか赤のハートと、緑の赤いハートは緑の赤いハート。何それ、緑の赤いハート。でも私怖い、赤いハートと緑のハートは遅れって書いてたから、あ、やっぱりいつの間にか変わってたんだな、うん、しれーっと変えてたよね。5分ぐらいか、5分ぐらい、そう、5分ぐらい、代用してみたら、うん、そうそう、だから多分5分ぐらいの変わって、気づいたら変わってた、知らんわ。こんな説は大変申し訳ございませんでした。はなちゃんと連絡が取れました、うん、電話口ですいませんすいませんと謝ってる。実況焦ってる様子でしたね。本当に焦ったもん。あれ、ミミちゃんの誕生日にジュリジクいたんやったでしょ。ゆなちゃんはまだだけど、うんうんうん、うん、だからみんなのやつも秒数こうやって見て送ってる、うん、一番だった。一番だった。え、一番だった。うん、一番だった。ママとさ、ママと見てて、はるかちゃんから LINE が来たって、うん、一番だったんです。怖いって。危機迫る表情でやめてくれないと。私もこの50秒あたりからずっとこうやって見て。変えますとか何日に変えますみたいな時ちゃんと本当に早いもんね、うんうん、なんかまだ秒数のコメント見てホーム画面で見えるじゃん、うんうんうん、でもそこでちょっと変わるのを見ちゃうと遅れちゃう、うんうん、あ、確かに。55秒になったらもう開くの、はいはいはい、はい、で押すだけじゃん、あと、うんうん、でカットしろって、そうすればいいんだ。いや、でもなんかやっぱ緊張するよね、あのカナ発表の時、私、うん、あれの気持ちになった。本当一番最初のデビューの時にカウントダウンで発表された時の気持ちを思い出した、うん、なんかちょっとそわそわするのと、みんなの反応が気になるのと、うん、なんか新しいことが始まった感のワクワクはすごかった、うんうん、最近みんな何してんの、うん、え、ちょっとさ、正直な話、あの今のブームを教えてほしい。何も教えて。世間の若者ってこと、猫ミームだっけ、猫ミーム以外。あー、え、なんかお姉ちゃんが言ってた猫ミーム知ってる、うん、こういうやつでしょ、うん、ハッピーハッピーハッピーのやつ。え、なんかあの TikTok で見たことある、こういうさ、こういう動きのやつ。あ、ドゥンドゥンドゥンみたいな、ワイトドゥンドゥンドゥン。あ、そう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 。それじゃないの。あ、それそれそれ、それでなんか物語作るみたいなやつ。あ、猫のあのさ、なんかたまに出てくるカップルのさ、そうそうそう、一日みたいな、一日みたいな、うん、を猫で表すの。猫の素材が多分10個ぐらいあるのかわかんないけど、うんうん、ご飯カリカリ食べてる猫とか、うん、ウキウキの猫とか、うん、泣いてる猫とか、うん、怒ってる猫とかの素材をその日の1日に当てはめて動画を作ってるの。それがめっちゃ流れてくるんだけど、マジパンでも作りたい猫ミーム。作
作るってください。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。公式はちょっと。でも動画編集とかやってみたいな、一回。やってみたいっていう話ね。月に4個動画だから、1、2、3。やばい、はるかちゃん忙しいから。はるかでも、マジパン入るとき特に動画編集だから。あ、うん、確かに。だってマジパンのなんかもさ、一回作ってくれてたよね。え、もうやんないけど。はい、ということで、はい、久しぶりに喋った。そうなんで、確かに。はい、こんな感じで喋ったので、この残ってるやつはこの後に食べたいと思います。はい、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらあるのよ、あるのよ、あるつくのよ、それ、うん、あ、そっかかしこまれるから、すごい今までもしかして寝てただから、おやすみなさいって言えばいいの、なんかいいの、スウェーデン、行ってきます、スウェーデンみたいな。それでは、なんでこのタイミングで食べたのどうぞ。それでは、バイバイインドこの動画がグッドは高評価、チャンネル登録、コメント、友達への共有してね。また来週、また来週、また来週。いつかスウェーデンでできたらいいね。シュラのお休み時間インシュウェーデン。すごい。日本でちゃんとオープニング撮って一緒に気持ちしてみて来ました。中本でソラちゃん北極食べてみたいやろうよ。何北極って、今日から言うやつね。ソラちゃんの休み時間でさ、もこたべ中本北極食べてみたって、楽しそう。ソラちゃん泣きながら北極食べてみた見たいそれ。うん、今日いい子だよね。はい、今日バカの距離感遠い。いい子だよね。いい子ですよね。